ワンピース海賊無双4。バーソロミュークマに飛ばされたルフィがたどり着いたのは、オーカ七部海ボア・ハンコックが治める尿ヶ島アマゾンリリーだった。当初気ままに振る舞うルフィを敵視するハンコックだったが、やがてルフィの大気に触れて心を許し、すっかり惚れ込んでしまう。そんな中、重大な事件が報じられる。黒ひげマーシャル・ディ・ティーチがルフィの兄エースを捕らえ、新たに七部海に任じられたという。エースが海軍によって公開処刑されることを知ったルフィは、ハンコックの助力を得て兄が幽閉されているインペルダウンに潜入。そこでバギーや元バロックワークスのエージェントたち、革命軍幹部イワンコフら囚人たちの協力で最下層に到達するが、エースは海軍本部に移送されていた。俺行くよ海軍本部、もし諦めたら悔いが残る。上層階への通路を塞がれた一行は、さらにかつての強敵クロコダイル、戦争に反対して投獄されたオーカ七部海海峡のジンベエを加え脱出を図る。そんなルフィたちの前に意外な男が現れる。かつてジャヤで出会い、エースを捕らえて海軍に引き渡した張本人、黒ひげであった。久しぶりだな麦わら、もうすぐ始まるぞおめえの兄貴の公開処刑がよ。黒ひげに挑発され、怒りに任せて戦いを挑むルフィだが、ジンベエの説得によりエースの救出を優先してインペルダウンを脱出する。しかし海軍本部へ続く航路上には正義の門が立ちはだかる。それを開くためミスター2はただ一人獄内に残った。ボンちゃん、門がもう閉まる。俺たち行くよ。ありがとう麦ちゃん、必ず兄貴作ってこいや。ミスター2の覚悟を胸に海軍本部マリンフォードへ向かうルフィたち。そこにはすでに海軍大将やオーカ七部海海兵の大軍勢が集結していた。公開処刑を前に海軍本部元帥戦国はこの戦争の意義について語る。それはエースの生い立ちに関する驚くべき事実であった。乗るか俺の船に。よ、
ここは海軍本部マリンフォード。白ひげ海賊団との決戦に備え、海軍大将や大岡七部会をはじめとした大軍勢が集結していた。公開処刑を前に海軍本部元帥千石はこの戦争の意義について語る。諸君らに話しておくことがある。ポートガス D エース、この男が今日ここで死ぬことの大きな意味についてだ。エース、お前の父親の名を言ってみろ。俺の父親は白ひげだ。違う。違わねえ。白ひげだけだ。他にはいねえ。当時我々はかすかな情報を頼りに必死に探したのだ。あの男の子供がいるかもしれないと。世界最大の悪の血を引いて生まれてきた子供、それがお前だ。知らんわけではあるまい。お前の父親は海賊王ゴールドロジャーだ。2年前か、お前が自身の海賊団を結成し、船長として卓越した力と速度でこの海を駆け上がっていった時、我々はようやく気づいたのだ。ロジャーの血が絶えていなかったことに。だが我々と時を同じくしてそれに気づいた白ひげは、お前を次の海賊王に育て上げるべく、かつてのライバルの息子を自分の船に乗せた。違う。俺が親父を海賊王にするためにあの船に。そう思っているのはお前だけだ。現に我々が迂闊に手を出せなくなった。お前は白ひげに守られていたんだ。そして放置すれば必ず海賊次世代の頂点に立つ資質を発揮し始める。だからこそここでお前の首を取ることには大きな意味がある。たとえ白ひげとの全面戦争になろうともだ。まさか。湾内海底に影が。モビーディック号が来た。白ひげ。えららららら、何十年ぶりだ戦国。俺の愛する息子は無事なんだろうな。うららららら、らちょっと待ってな、エース。親父。勢力で上回ろうが勝ちと鷹をくくるなよ。最後を迎えるのは我々かもしれんのだ。あの男は世界を滅ぼす力を持っているんだ。ゲララ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 。アイスエイジ。若造が。わあ！ルフィ！エース！やっ
久しぶりだな、白ひげ。なぜお前が白ひげをかばう？やっぱりこのおっさんが白ひげか。じゃあ手出すな。エースはこのおっさんを気に入ってんだ。小僧、その麦わら帽子、赤髪が昔かぶってたやつによく似てるな。おっさん、シャンクス知ってんのか？これ預かってんだ、シャンクスから。兄貴を助けに来たのか？そうだ。相手が誰だか分かってんだろうな。おめえの時じゃ命はねえぞ。うるせえ！おめえがそんなこと決めんな！俺は知ってんだぞ。お前、海賊王になりてんだろ！海賊王になるのは俺だ！クソ生意気な。足引っ張りやがったら承知しねえぞ、放ったれ。俺は俺のやりてえようにやる。エースは俺が助ける。広場に上陸させるなよ。この湾内で確実に仕留めろ。油断しろ。麦わらのルフィを撃て。その男は未来の有害因子。エースと共に育った義兄弟であり、その血統は革命家ドラゴンの実の息子だ。あのドラゴンの山だな。さっさと広場に上陸して邪魔しやがる。戦闘用意。麦わらは俺が始末する。こんな戦争は二度とね。七の会で盛り上げようじゃねえか。何がおかしい、ドフラミンゴ。何がおかしいかって、この時代の真ん中にいる感じさ。しまった、お前ら俺から離れろ。やめろ、ドフラミンゴ。海賊が悪、海軍が正義。そんなものはいくらでも塗り替えられてきた。平和を知らねえガキどもと戦争を知らねえガキどもの価値観は違う。頂点に立つ者が善悪を塗り替える。今この場所こそ中立だ。
正義は勝つって、そりゃそうだろ。勝者だけが正義だ。次世代の申し子、その器を見極めよう。同じじゃ。そんなに死にてえ。大丈夫。怒らせた。面白い。ビスト、お初に鷹の目の御法、俺を知ってんのかい。知らん方がおかしかろう。この力慎みはせんぞ。どけよ、俺は急いでんだ。ここでくたばるわけにもいかねえ。撤退だ。勝負は預けよう。せーの、この手で。あなたたちの思い通りにはさせません。これ以上、敵を勢いづかせるな。
最後まで戦えなくてすみません。何をしてる。たかだかルーキー一人に戦況を左右されるな。いやどうも、このまま押し潰せ。ルフィ、わしに策がある。ついてくる。わかった。今だ、包囲壁を作動させろ。始めろ若犬。流星火山。Come on!
氷が溶けていく。広場への道がなくなっちまうぞ。あの壁を越えねえと。エースが。作戦はほぼ順調。これより速やかにオートガス D エースの処刑を執行する。全部死刑でいいんでしょ、戦力さん。こんな山だな。おい、悪は根絶やしにせん。やろうども、あの小僧と人兵を援護してやれ。相手に我らも参戦する。もうダメだ。死がやろう。なんとかしねえと。あいつらもうエースを。さすがにバカしも、これ以上は。これは負けねえ。あなた、助かったわ。どうしても俺様の力が必要か。そこまで言うなら手を組んでやろう。あれはキザル。いやー、もう帰りたい。やつを返り討ちにしたいって。正気ですか。なれや、やけず。許しちゃおけ。これで終わりだ。ワニ野郎、どうだ、俺と手を組まねえか。手下にしてくれの間違いだろ。もう怒らせた。まだ向かってくるとはしつこいの。まとめて海に沈めちゃる。手遅れにならんうちに早く。山だな。怒らせて。少しは抗戦して出てきたかと思えば。てめえが格下だと分かったか、フラミング野郎。わしが引いたと正義は負けやせん。そんなにわしと戦いたいのかい。おお、こりゃ手ごわそうだね。覚悟じゃあれ。
った。終わっただね。そうだったね。そんなに死にてえか。これが効くね。行くぞルフィ、わしを信じろ。ジンベエ頼む。あらら、とうとうここまで。堂々としちょるの、ドラゴンの息子。かわいいね、この若さ。エースは返してもらうぞ。ゴムゴムのスタンプガトリンじゃ。いや、セカンド。遅いね。お前のじいさんは恩人だが仕方ねえよな。お前にはまだこのステージは早すぎる。アルナホ、ロケット、ドライアーレ、死んどくか。耐えてみろ。ちょっとそこ置いてくれるか。
度胸だけじゃねえ、麦わらのルフィ。力がねえのなら救えねえもんは頑張ったって救えねえよ。それ見たことか。だから言わんこうっちゃなっすべる。行きはあんの麦わらボーイ。岩ちゃん、離せおっさん。俺はこいつはもう十分やった。手当てを。あ、はい。いらねえ、そんな時間ねえよ。邪魔すんな。エースは俺の世界でたった一人の兄弟なんだぞ。必ず俺が助け。おざくだけの威勢の塊、若く無残、そういうバカは好きだぜ。ラララララ。